こういうもんでしょ。ね、よくしたいと思うときにできないと不満となって現れるんです。それが頭の中がそれに支配されてますから、よくしたいと思ったときにできなかったら不満となって現れるんです。で、社内でですね、不満が起きるとですね、リーダーは何と言うか、こんなこと言いますね。マイナスの言動は意識に影響を与えるよって、ね、マイナスの意識は行動に影響を与えるよって、そしてマイナスの行動があなたたちの結果を作ってるとよ、だけあなたいつも不満言うから結果出ないやろって、だから不満は言ってはいけんよっていうふうな教育を促そうとしますね。これ昔のリーダーシップです。ところがですね、これなぜ不満に蓋をするかっていうね、実は 2.8 の理論って知ってる人1人、シロセンか、知ってますね。 2.8 の理論、これはですね、アリがいますね。働きアリかな、アリ、これアリもそうなんですけど、実は 20% の人が全体の 80% の仕事をして、 80% の人が残りの 20% の仕事をすると言われているそうです。ほとんどこう会社の中でもそうらしいです。会社の中でも 20% の人が 80% の重要な仕事をして、80% の人が 20% の仕事をすると。で、だからリーダーはこの 20% を増やしたらいいじゃないってするわけです。こういうふうに。ね。するとうまくいくじゃんと思うわけです。ところが、ね。じゃあさっきの 20% だけ集めるとうまくいくじゃんって。ね。みんな 20% にしたいわけです。ところが、ね。その 20% の人たちだけ集めても、さらにここも2対8に分かれるそうです。ここも。分かりますか？こっちではできていた人たちだけを集めても2対8に分かれるそうです。ということは、結局 80% の人たちは不満を言うんですよ、と。ね。だったら、この不満を聞いてあげた方が、この人たちは頑張りますよ、ね。つまり、この人たちの不満を聞いてあげている、この姿を見て、私もこっちに来たいなって勝手に来るんですよ。ところが、この人に、ね、ああでもない、こうでもないっていう叱ってる姿を見せても、あなたに憧れてこっちに来たいって思いませんよ、ということ。例えばですね、人はやりたいことがある。で、それぞれ皆さんやりたいことがあると思います。例えば、熱が39度あったと。やれますか？やりたいことがあって、熱が39度あったらやれますか？やれないですよね。これなぜかっていうと、肉体が病んでるからですね。肉体が病んでいくと、これやりたいことがあってもやれない。じゃあ聞きますけど、人間って肉体と魂と2つあります。さあ、魂は病まないんですか？病みますね。魂が病むとどういうふうに現れるか、実はこれが不満なんです。だから、やれないんです。さあ、優先することはやらせることですか？不満を取り除くことですか？どっちでしょう？さあ、やりたいことがあるのにやれないのはなぜですか？やりたいことをやることですか、熱を冷まさせることですか、どっちですか。で、やりたいことがある、ところが不満があるとここに引っかかって上にまで行けないんです。これを見た上司は、ここに不満があることを知らない上司はどうするかというと、指摘します。そして100個の言い方をします。やれてない人を見て、ああしなさい、こうしなさい、こうしたらいいよ、ああしたらいいよって言うわけです。ね、そしてこれ理解させようとするんです、この人に。でもね、簡単ですね、もっと簡単。実はこの人の不満は一つです。大体不満って一つしかありません。なぜかって、人間痛みって一箇所しか感じられないんです。知ってますか？お腹と頭が痛い、さあどっちが痛い？痛い方が痛いです。本当なんですよ。痛い方が痛い、だから一箇所なんです。これ精神も一緒です。不
満を一つしかない。つまり100個理解させるよりも一つの不満を理解して取り除いてあげた方が勝手にいきますよということです。つまりこれが人を信じるということですよと、ね、その人のことを何も知らずにああしなさいこうしなさい、これはこの人のことを信じてないから言うんです。ああせろこうせろ。ところがこの人は可能、この人の可能性、この人はできるんだって思ったら不満だけ取り除いてあげれば勝手に行くんですよと。それが人を信じるということですよと、ね、不満を理解する、ね、100個のいいことを理解させるんではなくて一つの不満を理解する、つまりひどい事実を理解することが、ね、うまくいく、いくんですよということです。つまり最初に言いましたね、勝手に育つ、育つわけないじゃんと、これを勝手に育つということです。関わろう関わろうってするから勝手に育たないんです。その人の可能性とかその人を信じてその人の不満を理解してあげ取り立てあげればこの人は勝手に育つと、だから勝手に育つということです。